過去に殺人を犯してるかどうかは昨日のこととは関係ないだろ。関係ないとも言い切れない。なんで
昼公演と夜公演の間どこで休むかで体力の消耗が。最初お昼だ。でもマイカ今日みたいに寝られなかったらもう帰ろうかなと。夜は寝落ちはできたけど、あさって起きちゃうみたいな。250号東京行きドア閉まります。閉まるようにご注意ください。